はい、これはフォルクスワーゲンのトランスポーターという車ですね。トランスポルターは、T5 とも呼ばれてやって、まあ、ワーゲンバスというのが昔ありましたけど、あれの系列を受け継ぐね、車になります。あとは昔はバナゴンというのもねありましたけども、まあ、それらの系列を受け継ぐ、車ですね。で、これは日本ではねあんまり見かけない、車です。で、トランスポルターは、2003年にフルモデルチェンジを行った T4 を引き継いだデザインとなっています。販売車種としては貨物モデルのトランスポルター、一般乗用モデルはカラベル、上級乗用モデルはマルチバン、ね、ボンゴにもマルチバンって昔ありましたけどね。あとキャンピングカーのカリフォルニアに分かれ、それぞれ異なる車種として取り扱いだ。それぞれのモデルは細かい仕様のオーダーが可能となっており、バリエーションは大変幅広いんですね。で、例えばトランスポルターではパネル板仕様、カステルワーゲン、貨物乗用共通コンビ、ライトトラック仕様のブリッシュワーゲン、多人乗車制シャトル、貨物単価用のシャーシーモデルはホイールベースも複数存在し、ルーフの高さやエンジン性能まで細かい仕様が選択可能とされているんですね。で、カラベルにおいてもエンジンはガソリンが V 型6気筒 3200cc と直列4気筒 2000cc、 ディーゼルが 2500cc と 1900cc の直噴ターボ TDI で、それぞれ2つの出力で4種類、全6種類のバリエーションで設定されている。軌道部前輪気筒と4毛収車の設定があり、ホイールベースも 3m と 3.4m の2つから選択が可能。2003年の東京モーターショーに右スタンドで6速 AT のオーストラリア仕様マルチバンが発売されたが、正規導入は実現していない。また2013年1月には、北米仕様にも未導入であって、2005年より東京渋谷区にある直接輸入販売会社はルパルナスが T5 トランスポーター、 T5 カラベル、 T5 マルチバン、 T5 カラフォリアのディーゼルモデルを OC より直接輸入しているということになっていますね。で、これはラリーでも参加しているみたいで、タガールラリーでは4モーションがレースにトワレグのサポートカーとして、まあ、参戦しているということで、非常に、まあ、ある意味珍しいなと、こういう車がラリーに参加するというのはありますけども、まあ、これが T5 と言われた、まあ、形ですね。要するに T5 っていうのは、まあ、T1 っていうのが、まあ、フォルクスワーゲンのバンですね。フォルクスワーゲンをビートルをベースにした、バンが、T1 と呼ばれまして、でそこから T2、T3、T4、T5 となっておりますね。で、一時期日本にもね、この初代のフォルクスワーゲン版を、T1 と T2 ですね、まあ、T1 と T2 というのは初代と似てるところがあるんですが、微妙にちょっと違いがあるらしいんですがですね、その、まあ、なんていうんですかね、まあ、サンバーとかをベースにし、スバルサンバーをベースにして、カスタムされた車がまあ出たり、あとはエブリィなんかもやっぱりカスタムされたもので T1 もしくは T2 のフォルクスワーゲン版を、モデルにしているという車もあります。ただ非常にややこしいんですよね。 T1 と T2 の場合はラジエーターの部分がね、ボンネットっていうか前の部分にこう運転席の下あたりについてるんですよ。で、それが初代だとついてないんですね。まあ、その違いって言っても非常に分かりにくいんですけども、まあ、そういうものがあって、あとは T3、T4、T5、まあ、T3 はバナゴンと呼ばれまして、T4 もやはりバナゴンと呼ばれたんですね。バナナではありません、ね。バナゴンですね。ある意味、黄色にしてしまったらバナナですって言われても間違いないかなと思いますけどですね。まあ、そういうふうになっています。で、それで、T5 というね、トランスポーターっていうのが、ねありまして、ね、マルチバン。懐かしいですけどね、本当に懐かしい響きですよ。昔あのボンゴのマルチバンっていうのがね、あの慎吾さんっていうね、あの芸能人の方がいましてね、有名な俳優さんでね、もう亡くなってしまいましたけど、まあ、その人がね、真っ平だって言われるんですね。で、それであのボンゴマルチバン、ボンゴマルチバンってですね、もうあの眉毛みたいなね、もう後での眉毛に劣らずに眉毛の形した昔のボンゴがありました、ね。
今あれもさすがに絶滅、ほぼ絶滅ですね。走ってるの見たことないですよね。もう私の時代ですが、あのボンゴンマルチバンというのはあんまり走ってるのはないですね、うん、見かけなかったんで、もうちょっと前までは見かけたらしいんですよね。ただもうそういう車が昔マルチバンとね、やっぱりそれと同じようなものですね、マルチバン。だから多分これも荷台がですね、おそらくはボンゴの時みたいにこう非常に真っ平らなんじゃないかなと思います。でこうやって開くんです。これほらちょっと緩くなってますけど、こうやってねくる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 ってこうやってね開くんですよ。でここに荷物を乗せると、本来はこれ多分サンルーフがついてるようなところなんですけど、まあそれをこうなんか切り取ってますね。ですからまあそこにこういう風にして、もしかしたらこれがカチッとこう上に開くようになってるのかもしれませんけども、まあこういう風になっていまして、でこうやって中を見ると、ただちょっとこれ軽くでき、本来だったら重たいはずなんですが、ちょっとこれまああれでしょうね、ミスなのかね、ちょっと多分設計の欠陥じゃないかなと思うんですが、ちょっと軽くなっております。まあ軽くが書いて開けやすくていいんですけど、このままだとちょっと危ない感じになっておるんですけどもですね、まあそういった、車です。でそれで、ボンゴの、このボンゴじゃない、このフォルクスワーゲン T5 というね、車なんですが、これも中がね非常によくできているし、外回りとかもね非常によくできている車なので、なかなかいいなというふうに思います。ちなみにこの救急車もあります、前に紹介したのがありますが、まあそれと比べてもほらね、こっちは開かないんでね、こっちが開くんですよ、こうやってね、こっちが開くんですけども、これはこちらの部分は開かないようになっています。これは開くというタイプですね。まあそういうタイプのまあ違いというのがあるかなというところなんですが、まあなかなかこの手の車というのもまあ面白みがあってですね、なかなかいいなという感じの、車にまあ仕上がっているかなといったところで、まあなかなかのマルチバンらしさというのがねあっていいなということでございます。どうもありがとうございました。